まあ、何がしたいかっていうと、ただこのリアルブルーカメラがどれぐらいの性能なのかをここで確かめたい、試したいっていうだけのぶらり動画です。あ、ちょっとこれ iPhone8 とか変わりたいこれ8、日本あんの？これ8？ あ、これ8だ、これガラス、これ8、これが iPhone8 ですか。うえー、これがこれは違う、これ10じゃん。違う、10まだない、これ10まだない。いいね、買い替える、これ10に買う、10に買い替える、10 10 10。いや、終わっちゃう終わって、お前のあの動画のエンディング借りなきゃいけないから。え、なに、ゲーミング PC 買う？高田さん、ちょっとかっこいいなと思って。それか GoPro だけ、GoPro で置いて、あ、これじゃん。ほんとだ、すげえ、めっちゃあるやし、めっちゃ、まさかのめっちゃあるやし、この、何、驚きのやつ、驚きのある量、あれ、これじゃないっていう、驚きのある量ね、すごいね。あ、だけどこの俺が言ってたこのやつは、これないね。これ持ってるから、持ってるから。あ、よかった、ちゃんと持ってますから。何が気になる？え、それ何がしたい？ライトセーバーの叩きが俺の上。しっかりしまいきれんっていうね、ここ。全部ネタでしょ。腹ペコヨウムシで、あ、そんなに懐かしい、懐かしい、知ってる、腹ペコ知ってるよ、ペコペコするやべえぞ、お前、え、後ろ見ろよ。仕入れてたんですよ。で、沖縄で地上戦があったんですよ。ああ、あったね、ありましたね。だからその時にこう、まあ、食い物ないとか、その時にも米軍は正直あれなんで、缶詰って米軍からしたらちょっとあれなんですよ、贅沢な食べ物ではないんですよ、貧相な食べ物だってね、戦時中だからね。だけどやっぱこう、食べ物がない沖縄の人は缶詰の頃初めて食べて感動したわけですよ。うん、そっから沖縄のポーク卵人生は始まったんです。そっからあれですか、これデンマークでもこれ生産されてるんですけど、デンマーク産の8割がなんと沖縄で消費されてる。沖縄のやつら食いすぎだ。沖縄のやつがめっちゃ食ってる。